おはようございます。おはようございます。なんかお散歩動画ですか？お散歩動画、うちもやろっかな。お散歩動画いいね。僕やりたいです。ハク君とお散歩してみた。あ、いいね、やろう。それぜひ。じゃ、違う違う、そんなことじゃなくて、はい、はい、ちょっとここめちゃくちゃ会社の近くでだね。多分ちょっと動画になってるんですかね。緑ちゃんとみたいな感じなんだよね。買ったんじゃなかった？あ、全部買ったみたいですね。ね、社長の所有。そうです、所有物です。所有物、はい、を工事するのに、はい、商工会談組んだんだよね。そうです、商工会談組んで、はい、で、今日それをバラシ、はい、してます。はい、多分音が聞こえるんで、ナウです。多分、そうですね、多分聞こえてると思います。やってますね。はい、で、爆速さんが、はいはい、今日解体してくれてるらしいので、はい、まあ、ちょっと会社から近いこともあり、はい、物申しに行こうかなと。ああ、そのプランナー、そうそう、管理として管理、はいはい、側として、はい、ちょっと物申しに行こうかなと。結構問題ありなんですか？目に余る感じですか？そうだね、なんか多々多々多々ある。管理として困ることが。何がそんなに？一応その会社のルールシステムとして、はい、まあ、自社だからうちは、はい、足場班、塗装、はい、シーリングとかっていうのがあって、はい、それぞれ、管理が工程を組んで、そのそれぞれのチームにこの日にお願いしますねみたいな、大きくざっとある中で、はい、足場に関しては、はい、誰がどこの現場に行くみたいな、はいはい、その日にそうそうそう分けてあるんだよね、一応、はい、その誰と誰々がどこどこの現場に行きますっていうのが、うん、一応そういう、まあ、会社の中での、はい、シートがあるんだけど、はい、ここ最近なんかちょいちょい影分身が起きてるんだね。起きてますね。分裂事件。そう、なんかね、この前はカンタが2人いた。すごいですね、カンタがもういよいよ、そう、多分いよいよ半分に多分割れたね。忙しすぎて。ちょっと忙しいみたいだから足場も、はい、まあ、無茶は言えないし、はい、あれなんだけど、やっぱそれをうちらも管理側も当てにしてこう注意事項を伝えたりとか、はい、っていうのがあるから、はい、ちゃんとやってほしいよね。あ、もう分かんないってこと？そう、分かんない。正直誰が行くかも分からんし、いつ行くのかも分からんかったりとか、はい、結構ちょっといろいろ、あの、遅いですもんね、入るのが。そうなんだわ。全然実で、それを多分過去動画にもそれぞれ多分ね載ってますね。上がってる。言われてますね。そうそうそう、ショックンの、はい、その工程、リュウジ君とのやつだよね、多分。あ、そうそうそう、がちょっとっていうのも上がってるんだけど、はい、それってまあ多分足場チームとしても困るし、管理側としても困る。 YouTuber も困りますもん、ちなみに。あの、入ってないと確かにあれと思って、これどうしたらいいんだろうなと取りに行けんね、はい、そうそう、そういうことがちょっとあるから、はい、まあ、ちょっと近かったし、まあね、職長いるし、はい、モノモース、はい、企画ということで、あ、はい、まあまあまあ、そうですね。せっかくこの媒体があるんで、そう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 、企画でどういう反応するのか、はい、どう対応してくるのかっていうのを、はい、ちょっと企画にして、はい、まあ、言いにくい部分ではありますもんね。 そうだね、まあ、忙しいからね、はい、忙しいところはあるから、はい、こっちも無理は全部言えないし、はい、まあ、やっぱ自社だからこそお互い持ちつ持たれつでチームとしてやっていかなくちゃいけないから、はい、無茶はいないけど、はい、まあね、一つの意見として、そうですね、ちょっと、はい、企画として、はい、あくまでもね、ここちゃんと出してね、企画ね、企画、はい、もう出てますね今。めちゃくちゃ、はい、あの、ちょっと行ってみようと思いますのでお願いします。ちょっとなんかそわそわしてません？どうしたんですか？行きたくないよね、できればこんな役は買いたくないよね。なんですか？ブロカス絶対言われるやん。言われ、言い返されるってことですか？多分、おそらく私は多分カウンターを食らう気が、なんかあるんですか？いや、なんか怖いじゃん。ペコちゃんでも怖いってこと？ペコちゃんを何だと思っとる？ペコちゃんは怖くないもん。別に最強でも何でもないよ。マジですか？ペコちゃん最強だと思ってましたね。ペコちゃん全然最強じゃないって。カウンター食らうってなんですか？なんか火があるんですか？いや、火は、うん、ちょっと火はあるかもしれない。なんか、ちょっとあるかもしれない。あるんですか、その、なんていうの、その工程とかに関してはないよ。はい、それに関してはないけど、別で、別件で、そう、別件でちょっと最近謝った。謝った？謝った。彼にですか？彼に、あの、申し訳ございませんって、仕事でね、はい、あの、やらかしをしてしまいましたんで、はい、やらかし、まあ、まあ、ちょっと、あ、そこでじゃ、そう、怖いよね、だから絶対それ言われるもん。お前、前あれだったがや、みたいな感じ。お前だってって絶対言われる。てめえこそどうのこうのって言われたら、すぐ謝ろうかな。そう、もう怒ってきたらダッシュで逃げます。走って逃げようか。ね、もう怖いです。やってますよ、局長さん。怖っ。やばい。ちょっと怒ってません？やっぱあれかな、人間って熱いと、はい、イライラしますね。イライラするからかな。ちょっと熱いもんね、今日。熱いです。めっちゃ熱いよね。
ちょっと時間ねえんだよ、早くして。ちょっと僕の口からちょっと喋り方わかんないね、僕まだ。ふざけてやがる。え、怖いって、も圧が怖い。いや、怖い。トゲトゲしてますね。圧は何もかけてない。まず何の内容かもわからんじゃん。あ、そうだね。そうそうそう、まあ確かに。最近さ、足場班影分身したの。どういうこと？校庭上に。声ちっちゃい。あ、二人おるってこと？そう、校庭上に二人おるやん。おるね。だけどそれ最近言うとカンタ二人おったやん。うん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 。それってさ、どっちにカンタはどうやって半分でいくの？じゃだからそれを間違えとるだけでしょ。じゃだからそういうのがちょっと最近多いんじゃないかなっていうのを編集長が言ってました。そうですね。お前現場関係ねえやん。いや僕も撮影行くときに、あ、カンタ君右取ったらいいのか左取ったらいいのかどっちなんだろうなって。いやまあそれは佐々木カンタ、佐々木カンタって書いてある、あったじゃないですか。左カンタか右カンタどっち取ればいいんだろうなって。それは俺は悪かったけど、だけど次の日にはもう変わっとるから、その日だけじゃん。はい、うん、確かに。そうそうそう。でもさ、じゃあ工程入れるのが遅いのは何？遅い、うん、それは変わったりするからね、外部で。外部がてか急に飛んだりするんだって。でも自社は決まっとるわけ。自社は決まっとる。で入っとるじゃん。入ってないことの方が多いやん。それはあれさ、ちょうち YouTube で見たけど、あれ工程表どんだけ分入れるんだったの？1週間で今実際入ったの。だけど今入っとんのは今は金曜日までしか入ってないよ、うん、2、3日後しか入ってないよね。そうだよ。だけど頭の中では入っとるから別に。ちょっと待って、頭の中で入っとるって言ってた。あれらしい、その管理とかプランナー側がパッて見た時に結構不安になるみたいですね。そうそうそう。代表だよ、うちは。別にうちはみんなの代表して今こうやって言ったんだからね。なんか強っ、なんかうちは代表だからね。代表者、管理の代表者。そういうこと。そうで困るじゃん。現場がどこ、誰がどこの現場に行くかっていうのも結構管理側としては注意事項を伝えなきゃんかったりとか、うん、お願いしたりすることがあったりとかで結構重要視しとんのって、うん、だけど入ってない不安。じゃあ、さ、2日前のやつ、まあ、2日後のやつは入っとるわけじゃん、うんうん、だったら別に言えばいいじゃん。それも言ってないじゃん、営業って。どういうこと？2日後の。あ、でしかも言えよってことですか？そう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 。あ、だこの日にちのこれは大丈夫ですかみたいなのを言えよってことですか？ちゃんと、それは入っとるじゃん。じゃあ1週間後の誰々行くってじゃあ気になる？違うのって、前もってそのお客さんに連絡しなあかんこともあるところ。で誰が行くのかを、誰が行くとかはあれだけど、ね、午前でもだから1週間後のやつも午前なのか午後かも本当に行くかどうかもわからんやん。解体お願いします。でそれは全部チャットワークで書いてあるじゃん。でもその返事も遅いじゃん。返事やばい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 、いろいろとやばいやばい。強くないですか？なんかどっちが。いやまあいいんだけど、それはそうなんだけど。ビビってましたさっき。そうそうそう、っていう風にみんなが言ってたよ。そうですね。あ、ハクくんが言ってました。ハクが言ってた。あ、じゃあいい。じゃあいい。そう、だからそういうのはさ、やっぱね、大変だとは思うけど、ちゃんとやってもらいたいなっていう。だけどそれってさ、YouTube でいいことでもないじゃん。何しにもその動画のやつ撮られなあかんの？いや、まあもう前のやつも動画に載っとったしね。そうですね。前はその足場班の、なんかそれは。それが前は足場班の、あ、そうそう、足場班のやつね。その内部的な、そう、工程表の問題で。だったら電話していこうよってなるじゃん。でしかも現状もさ、ね、全然寸法も違うし。おっと、それは誰のことを言ってるんだろう。あんただよ。あ、それ危惧してたカウンターですか？ほら、カウンター来るでしょ。で確かに現状差しとんのは俺らだけど、はい、あまりにも違いすぎる。どうやって測ったらこんな長さになるのとか。あ、なんか前申し訳ございません。あのリュウジ君の前の現場でそういえばあった気がしますね。大変です。それに関しては申し訳ございません。でもじゃあ何、うちらはじゃあ一意見として今日、まあ場所は悪かったかもしれんけど一意見を言いに来ました、うん、別にそこまで怒る必要なくないと思うし、確かに現場止めたことはごめんなさい、それはごめんなさい。だけどそんな別に怒ることじゃないじゃん。じゃあここでうちがその意見を言って、あ、そうだねって、じゃあそれは直すねってなったら、お互いはそれで歩み寄れればそれでいいじゃん、うん、そんな怒る必要ないじゃんってなるんだったら、じゃあなんで今までにもさ、足場班もそんだけ不満がある、管理側もそれぞれ不満があるんだったら、じゃあ社長も交えてみんなで会議すればいいじゃん。社長関係ねえぞ。じゃあなんで社長も交えてみんなで会議、だってそれぐらい不満があるわけでしょお互いに。いや社長はノータッチじゃん。社長は別に呼ばんでいいと思う。別にだから営業のトップと、うん、プランナー足場班でやればいいんじゃない。で別にじゃあそこに社長も立ち会ってもらおうよ。いやいい、大丈夫大丈夫大丈夫。そんな別になんで社長立ち会ってもらった方が
もっとあれじゃん、社長も回し場班のことも知っとるし、営業管理のことも知っとるし。でもノータッチやん、社長も忙しいし。いいよ、そこはじゃあなんてこっちがお願いするよ社長に。いい、俺から話しとこう社長に。で何、みんなで会議してする一回。そうそうだね、絶対それ電話しんやつやん。するって。それ絶対する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 。なんでそんな嫌がるの社長が来ることに。嫌じゃねえし。嫌そうな感じね、嫌そうな声ちっちゃかった。声ちっちゃかったよね。嫌じゃない、嫌じゃない。社長なんだ、呼んでみんなで行こうよ。みんなで話し合いしたら、ね、はいはい。勝ちました勝ちました。これ勝ったってことでいい。まあちょっと一回ちょっと折れましたね。パーンってきた気がするけどね。現状やばいやばい、見てこの足やばいって怒ったる。怒ったる。とにかく多分勝ったってことにしとこう。そうですね、すいません翔くん、勝ったってことにしとこう。もうちゃんとやればいいんでしょ。まあお互いに、そうそうそう、足場もだし、うちらもね、現状もちょっとちゃんと測れるように練習します。すいません、はい、はい。じゃあもう今日は勝ちってことで。勝ちですね。カウンター食らいましたね。カウンター食らったね。でも完全に現状で絶対言われるって言おうともね、最初に絶対言われるって言ってました。やっぱり言われたわ。でも難しいんだからね。何が難しいの。何そんな、おお、でも難しいんですか。スケーラーで測るだけだよ。じゃあマジで、え、逆に現状プランナーの方で直帰し綺麗にできとる子っておる。ね、いない。やっぱりいないんだ。よかった、うちだけじゃなかった。いない、ゼロ。まあ、そもそも測り方間違えとんだね。じゃあそうそうそう、多分そういうことだよね。以後気をつけます。すいませんでした。お願いです。お前らどカメラ終わったらもう覚えとけよ。はい、もうそれは。じゃあうち帰るから。え、ちょっと待ってください。あと一旦ちょっと閉めましょう。一旦。あとよろしく。もう俺の恥さらしみたいな動画やん。じゃあ違います。やっぱりこういうの記録として残していかないとダメだなって思いました、僕は。記録だって。記録ね、うん、記録らしい。やっぱあるじゃないですか、そのリュウジ君の一件とかも、ミッチー君とかも。それ怖いね、編集長何されるかね。後でな、ね、いやもう本当怖いですよ。後でな、後だ。震えながら来てます。ちなみにごめんけど、うちも足場班チームが悪だからね。いや僕もっす。こうだから。僕も僕もっす。うちには強い味方がいっぱいあるからな、足場班っていう。僕もっす。後で覚えとけよ。僕もっすね。はい、後でな。僕もっす。はい、じゃあ早く閉めてね。はい、はい、僕もっすね。はい、手止めてごめんなさい。はい、すいませんでした。はい、僕もっす。とりあえずじゃあね、まあ自社だからいいものが作れるからね、こうやって言い合えるし。そうっすね、うん、意見も言い合えるし、 それできっと多分成長していく部分もあるもんね。そうそうそう、それはうちの会社のいいところなので、はい、ぜひ。なんかね、なんだろうね。え、僕でも一個思いましたけど、例えばお互いにそう溜まってるとするじゃないですか。で、言えずにこうずっと心の中にあって、どっかでバーンって爆発してバーっていっちゃうみたいなことになる前に、こうやって YouTube を通して言えたのは僕はすごい良かったなって思います。何、お前ちょっとなんか、あんまりそんな、ね、そんななんか責めるのは良くないかなって。まあそうだね、はい、それでもっと亀裂が入るより、こうやってもう YouTube の、ね、上司から言われるより多分マシだと思う。なんかうざい上司よく言うじゃん、強く、はい、直せよみたいな。そのムカつくじゃん、はい、だけどこうやってなんかみんな仲いいから、はい、そうって言われた方が直そうと思うし、お互いにそういうところができてることがいいことだよね。そうだと思いますね。じゃあなんか自分の勝ち、はい、なんか自分の勝ちみたいな感じで笑ってようとするのやめてくれん。ちょっとすいません。YouTube 叩かれそうだったんで、なんか僕だけ確かにそれは、ね、何も言わず言っとんかみたいな感じでコメント欄叩かれそうだった。確かにそれは違うね。まあ一つのうちの会社のやり方、ルール、そうです、ね、成長の仕方だよね、はい、こういうことをしながら日々成長してます。そうなんですよね、はい、はい、なんでぜひ。ちょっとなんかね、はい、よく見させようとしてない。うちいい子だもん。全然よくね、いい子だから。来る途中ボロクソ言ってましたよ。いい子だ。来る途中ボロクソ言ってました。なんて言っとった。自分言ってないし。簡単にとか。今日キャバクラ行こうぜ。すぐそういうことするでしょ。本当に。僕でもあれ、ちょっと一個でもあれでしたけどね。なんで翔くんあんなに怖かったんですか最初。すごいムカつくでしょ。怖かったです。怖かったですよね。怖かったよね。怖いっていうよりムカつくでしょ。動画に死んでいいやん。短期だもん。動画に死んでいい。短期は損期だよ。短期は損期。はい、終わろう。はい、終わろう。そうですね。はい、じゃあまた乗り換え道場のチャンネル登録といいね、はい、コメントもたくさんお願いします。お願いします。足場班チャンネル、はい、大谷チャンネル、はい、はい、終わりです。じゃあまだもう一個。終わりです。ハキファミリーチャンネルも。すごい大事ですね。はい、どれも全部よろしくお願いします。お願いします。じゃあ。また見てね。終わった。
終わりました。終わった。あー怖い。Yeah.